大使の方々にお手紙を返してきてくださいました。じゃあそれではお願いいたします。私たちは今年中学校に入学しました。テレビで地震のニュースを見ると、卒業式や入学式に体操着で出ている人がたくさんいました。私たちは新しい制服で入学式に当たり前のように出ていることに幸せを感じました。今日は篠原誠作曲山のざわめきを弾きます。綺麗な日本の山の様子を描いた曲です。心を込めて弾きます。お聴きください。